松野屋 JR 尼崎店。朝からがっつり食べたくて、俺はこの新メニューを注文した。超厚切りロースカツカレー1010円。まずからしをつけてロースカツだけをいただく。いただきます。このロースカツは通常のものの2倍で 160g ある。確かに分厚い。そしてうまい。このカレーは揚げ物に特化したカレーらしい。スパイシーで俺好みである。いよいよカツをカレーにつけて食べる。やっぱりこのカレーはカツにすごくよく合う。実にうまい。松の屋の福神漬け、俺は好き。このカレーもロースカツもすごくうまい。だが、俺は後悔した。超厚切りロースカツカレーを朝から普通に食べれるほど、俺はもう若くないということを思い知らされた。だから、俺は後悔した。でも、うまいのでおすすめです。ぜひ、一度お試しください。俺は、お腹が苦しかったが、どうにかねじ込んだ。ごちそうさまでした。チャンネル登録、お願いします。